全体図 M252-81mm 迫撃砲はアメリカ軍が使用している迫撃砲である。イギリスの L16-81mm 迫撃砲を原型に開発されたもので原型よりも重くなっている。アルミ合金の鋳物で作られた方針を持ち非常に軽量で、 第二次世界大戦当時の8 0ト、mm、ルクラスの迫撃砲が6 0ラム強だったのに対して4 1 2 7ラムしかない。M253 方針、M177 支持下、M3A1 底板、M64A1 小純機に分解して運ぶことができる。方針には冷却用のフィンがついており、方向にはブラスとアッテノアチオンデバイスが取り付けられて、 兵士への放炎と音の影響を減らしている。小準機を除くいて射撃直前。いてが2脚を保持し、内訳は、分隊長、いて、副伊手第一弾薬運搬手、第二弾薬運搬手である。分隊長は、事故の管轄下にある迫撃砲のすぐ後ろに立つ。また、分隊の失敗に対し全責任を持ち、砲の備え付け、展開、射撃を監督する。 いては、自身がハンドルを操作し、照準を行う迫撃砲の左に立つ。射撃処刑をもとに照準し、砲の横角や行角を変化させる。大きい行角変化は二脚を動かすことで行い、また、射撃中に水準器を保持する。副射撃手は迫撃砲の右に立ち、方針を除き装填の準備をする。また、装填に加えて、 10回の射撃ごとに方針を掃除する。福井手は、実際に射撃する人物になる。第1弾薬運搬手は、迫撃砲の右後ろに立ち、弾薬を新刊などの設定を行い福井手に渡す、責務がある。第2弾薬運搬手は、第1運搬手の後ろに立つ。彼の二面記録は射撃データ表、種類、射撃回数を含み、また、表の精度に物証を与えるため、 発射した弾薬の引き抜かれた安全ピンを持ち帰る。加えて、迫撃砲の設置地点に対して安全を提供する。m 2 5には指定された特定の弾薬を用いるが、m 2 9 8 1ト、mm、ル迫撃砲からでも発射できる。m 2 5には以下の主要な実弾と訓練弾を発射する。高性能作薬 M821。 M821A1、M889、M889A1、M362、M372 シリーズ。対人、ソフトスキン目標に対し用いる。円幕弾、M819、M375 シリーズ。円を、合図、マーキングなどに用いる。照明弾、M853A1、M301 シリーズ。 照明が必要な作戦において観測支援に用いる。訓練弾 M880、M879、M68。制限された地域での訓練に用いる。赤外線照明、赤外線暗視装置によってのみ認識できる照明を展開する。M224 砲弾にはマルチオプション新艦と弾頭新艦の2つの新艦タイプがあり。 マルチオプション新艦では爆発行動を指定することができる。アメリカ軍は M29-81mm 迫撃砲の後継として1982年のフォークランド紛争でイギリス軍が使用した L16-81mm 迫撃砲に注目し改良を加えた上で M252 として正式採用した。1986年から海兵隊に 翌1987年には陸軍へ配備が開始された。海兵隊、陸軍ともに M252 を不評大隊の迫撃砲小隊に配備し、間接射撃による不評中隊への火力支援を担当する。配備年から考えると、早ければパナマ進行、遅くとも湾岸戦争で初めて実戦投入されたと推定される。諸原性能砲弾、創薬、 世界侵略、ロサンゼルス決戦前線基地防衛のために火力支援を行っているシーンがある。アルマにプレイヤーが直接操作するほか、砲撃モジュールを使用して任意の地点に火力支援を要請可能。ありがとうございます。